高い技術を手にしてやりたくもないうるせえやつらを演出し、いよいよ俺の言いてえことやっていいぞってマイク渡されたんです、鈴木敏夫に。おいっつって、そしたらカズノコプロのアガロンってやつがいたから、アガロンお前と一緒に一発正解取ろうぜ聞いてください、天使の卵。なんでそんなに鬱なんだって話だよ。繊細だから気をつけろよ。ニコ生の放送で、あの頭にタオル巻いてきた時にコメントでラーメン屋の親父みたいって言った出たんだよ。その瞬間へこんだからね。で俺汗かいちゃうんだよね。みんな守のことをもっと大事にした方がいいよっていう。でね、俺がねダロメオンっていうね、はいはい、漫画家にね、推しがもしあのちびまる子ちゃんを描いたらどんな感じになるかって話をした時に、うん、描いてもらったやつに。そうですね、それがちょっと今ありますんで、うん、いきますよ。こんな感じになります。これダロメオン先生が書いた、押井守監督ちびまる子ちゃんっていうね。これポイントはこの肌の色ですね、これね。そう肌色ではないです、うん、でもこれはあれ伝統芸能なんで、途中からこうなったわけじゃないんで、血色が悪いっていうのがまああの守る芸。結構これまあ一つ押さえてください。まる子というか元子でしょこれ。いやこれちび元子ちゃんじゃないですか。ちび元子ちゃんでしょ。だからなんでこんな鬱になっちゃったのっていう話を、で俺たちのことどう思ってんのかっていう。俺たちのこと聞きたいな。それからエコー半部分、皆さんお待ちかねの草薙元子の口説き方についてじっくり考えたいと思います。誰も待ってないじゃん。お前がやりてえって言ったんだべ。いやだって誰も付き合いたくねえってんだよ元子は。口説きたくねえんだよ。だお前だけが元子と付き合いてんだべ。なんかさ、俺もネットとかで検索したら広角とか推しさんのね、いわゆるイズムの方ですわ、うん、どういう意味がモチーフで、うん、どういうメタファーでとかっていうのはみんな解説しますけど、うんうん、実際元子いたらどうすると。それからまあ今後の推し守るが行くべき方法鈴木敏夫さんに代わりましてみんなで考えようっていう、はい、鈴木さん曰く昔はいっぱいちゃんと働いたんだけど最近全然働かないっつって言ってたんで、でもやるときはやるし、ね、あれ最新作もね公開されましたし、まあ今はねあの犬の散歩とか忙しいっつって犬亡くなったんじゃない。えあそうなの、あもう犬いないの、猫がいる、まあ、そんなことはね、その辺はちょっと幕屋先生に、うん、このタイミングで呼ぶためにふさわしい音楽を用意しました。お願いします。あがまえばさあ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 詳しめよいにけりその音楽ドーン。ポケモングです。アクセル怪獣です。初世界にもこんな頼もしい。改めましてドクターマクガイアさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンネルに入ってください。普段はですね、はい、研究みたいなことしてるんですよ。医学の研究みたいなのやってる。医学どこですか。医者。いやいやいや、一応医学博士なんですけど、おぼかつさんと一緒です。医者じゃなくても医学博士。理研ってことですか。理研、あ、嫁は理研なんです。嫁理研なんですか。おぼかつさんですか。いや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 。はい、理研3カ所あるんです。理研3カ所あるんです。神戸とあと横浜と埼玉にあって、うん、埼玉の方の理研に嫁はそのバイトで行ってる、はい、バイトで行ってるんですか。僕は他の研究所でバイトみたいなことで。何の研究やったんですか。あの免疫です。免疫やってるの、はい、今日はゴーストインザシェルイノセンスをテキストに広角機動隊っていうものをもうだいぶ前からやるやると言ってて、ようやくここに実現しました、ね、エイジさんとの推し守るをこうバチッと合わせた時にどんな核融合が起こるんだろうっていうのは本当に楽しみ、うん、今回初めて見てみました、はい、まずファーストインプレッション、実を言うと、はい、これ91年、そうですね。で俺がビーバージン始めた年、これがまあね大体誰の家にいてもあるわけ、うん、美大生のアパートに行くと必ずこれがある。あそう、基本的に大友が大ブームの時期にこの人出てきたから、大友克洋フォロワーだらけの時に最も大友っぽくってブレイクした印象だった。おそれくらい今見てもめちゃめちゃある時期の大友さんそっくりで、だけどもう本当に右も左も大友だらけだった時期あったの、うん、顔の描き方とか演出の仕方で小難しいでしょ。小難しいですね。そう、物語の中では設定を説明しきれないから、うん、コマの枠外に、うん、あの四郎さんが全部設定
をこう細かくこれはこういうことでとかってね、うん、書いてて、だからそれを読むだけでも一苦労、ゴーマニズム宣言みたいな。そうてか正しいオタク、正しい、いわゆる萌え豚って言われる方たちはオタクって言われてるけど、あれはファンの人たちのことが多くて、はいはいはい、元祖オタクっていうのは知識で武装した広角の人たちなんだよ、うん、あでそれが主にどっち方面に寄ってるかっていうと海外 SFとかが詳しいみたいな、うん、マクアイさんその流れですよね。あそうです、もともとその、まあ、シロー君がアップルシードっていう漫画 です、ね、すごい有名だったんですよ、ね、オタクの中で大ブレイクしました。それがそのコマの外側にいろんな情報を書き込んでて、そうそうそう、さらにそれと他の情報を合わせないとも話が追えないっていう漫画だったんですけど、うんうん、精神社っていうすごいマイナーな出版社で、うんうん、それがメジャーに上がってきたのがこの広角機動隊だったよね。あだからヤンマがねそういうの拾ってたね。そうです、特に今もそうなんですけど、うん、本当に編集者が面白い漫画をやってこうみたいな感じで、うん、古谷実みたいなヤンキー漫画をちょっと変えたやつから、うん、SF 漫画まであって、うん、だから僕もヤンマガだけはちょっと読んでました。はぐれた野良犬みたいなのを連れてきてばここで大活躍させるっていう系譜があって、いやこれね単行本の後ろに書いてあるんですけども、はいはい、そう基本的に SF としてはそんな新しいことやってないんですよね。そう自分で言ってるんですよね。自分でこれは表層だけの軽いサイバーパンクもどきでサルマネっぽい一面もあるかみたいなことを書いてて、だから獅童正宗としてはメジャーに上がるから、うん、すごいことやろうっていうわけじゃなくて、うん、みんなに受け入れられるものをやろうと書いたんですけども、うん、でもこれを読んでちゃんと分かる人はそんなにはいなかったもうこれでも獅童正宗抑えてる方なんです。そうなんだ、本当に好きでしょうがない、好きでしょうがなくって抑えてんだけど分かんないかもしんないから書いとくねっていうのが続くっていうのと、あとね要するにここの物語皆さんまあご存知でしょうけども、はいはい、ざっくり言いますと未来警察の話ですねこれ未来警察でハイレグデカが大活躍、そう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 ハイレグデカ大活躍の前、はいはいはい、だけどそう頭にスマホが入ってる、でも脳の一部がちゃんと生きているキューティーハニーみたいなねそんな感じです。わかりやすいわ。なるほどなるほど。それはホワイトベースを木馬って言ってしまうセンスみたいなのがこのちょい前に流行ってて、アンドロイドっていうのがダサいからレプリカントみたいなのが流行ってたんで擬態なんですよ、うん、だからサイボーグって言わないで擬態っていう、やっぱこの時代特有なんだけどネットっていうのがどうやら始まるぞっていうそうそう、いやそれがすごいなと思って、そうそうそう、ネットが普及してる今こういう話が出るのはすごいわかるんですけど、 Windows95 の5年前もっと前の世代の SF 作家は想像してたっていうのがもうあって、彼はそれになんか埋もれて生きてきた、それと共に生きてきた人で、ブルース・スターリングとか、うん、ウィリアム・ギブソンみたいなサイバーパンクの流れがちょうど80年代にあったんですよ、うん、それを多分シロー・マサムネの押し守るも、うん、もう読んでて、押し守るはまだ SF マガジン毎月買ってるっつって思ってたから、やはりいまだにいまだに買って、でも読む暇がないから引退してから呼ぼうとか、はい、でそれを読んでると広角機動隊この91年出たっていうのは、うん、文章でしかやってなかったのを漫画でやろうとしたっていうのは一番最初ですよね。そうですね、うん、でそれをさらに映画でやろうとしたっていうのも、まあ、特にアニメでやろうとしたっていうのも最初なんで、うん、だから SF の小説の流れを知ってるとこんなの当然だろうとか思うんですけど、うん、漫画しか知らないとか映画しか知らないとかだとすごいびっくりする、うんうん、びっくりしましたね。だから下の下の世代ぐらいが映画としてバーンとこれ見せられた時にうわこんなの見たことねえやべえってなって、まあ一斉に騙されたわけ、うん、だからマクガイアさんは広角で押井さんとお別れしてるっておっしゃってましたね。あーまあまあまあずっと見てるんですけど、オタクなんでずっと見てるんですけど、はい、なんか広角機動隊で押井守は世界の押井守になったんですよ。あーはいはいはい、はい、でもオタクは押井を捨てたみたいな、まあ、冒頭の部分での広角名声のシーンがものすごく有名で、あれがフィフスエレメントになるわけだよね、うん、ものすごい影響を与えてて、押井といえばっていうあの映像、うん、落ちていくラタイの女っていうの、あとすごい影響を与えたのは、はいはい、まあ、マトリックスとかもそうなんですけど、はい、マトリックスのこれですね、これ男ジャンプってのがある、ジャンプするじゃないですか、はいはい、元がこう、はいはい、元ジャンプこう片膝をついてこう、はいはいはい、はい、着地するんですよ、はいはいはい、これをもうアイアンマンから、はい、まあ、じゃあもうすごい、アイアンマンからもうみんな真似して、はいはい、確かにアイアンマンこうだ、確かに、はいはい、でデッドプールっていうのがあるんですか、そこでネタにされてて、うん、スーパーヒーロー着地とかいう風に、うん、絶対お前膝痛めるぞっていうツッコミが入る、あれなんなんすかね、あのカナダヨシノリさんが変なポーズでジャンプするとか、はあはあ、あるじゃないですか、あれアニメーターの中でちょっと競って俺変なポーズ取るみたいな、ああいうパースついてる
とこうアニメがリアルに見えるみたいなのが、あれカナダさん始まりなの、まあそうだね、カナダパースみたいなのが流行って、僕江川達也さんのとこにいたじゃないですか、はいはいはい、であの江川達也さんの周りは貞本さんがいて岡田さんがいて、まあ、要するにオタクの巣窟じゃないですか、安野さんがいてカナダパースを知ってんの常識みたいないやなんか分かんないですよねみたいな、俺だけなんかゴッホとかやってその中でゴッホって言ってたんですか。逆に原作と推しバージョンの攻撃機動隊の違うところはどこですか、うん、やっぱりこれすごい面白いのは、はい、原作はやっぱ漫画だからってのあると思うんですけど、はい、ちょっと面白く逆っぽく表現してるところを、うん、そこ映画ではすごいシリアスにやってる、うん、シロー君1961年生まれ、10年後に守誕生、え逆じゃない、あ、じゃあごめん10年前に10年前に推し誕生年下か、はいはい、でそれをさらに10年前に早尾誕生してる、ポイントはですね、推し51年の、はい、前に春樹49年生まれてます、で龍52年に生まれてます、春樹と龍って2人の村上に挟まれてる、あこれ面倒くさくならないわけないじゃあこの間のに生まれた人みんな面倒くさいってさ、あるいはあるいはそうかもしれない少なくとも今はねこの世代って51年まさに団塊世代なんだけど、うん、団塊世代を18区あたりからで迎えてる、要するに先輩たちは下馬場を振って、うん、要するにこれがいわゆるあの人たちのガンダムなんだよ、うん、富野さん本気で戦ってる、うん、で池田理代子も戦ってる、はい、坂本龍一は高校生だけど戦ってた、うんうんうん、みたいな、でそういう戦ってた軍団の中で守ですよ、守戦う気満々だったんだけど、満々だったの、お父さんにいやもうそんなバカなことしちゃダメだっつって大菩薩峠ってところに連れてかれて、はい、そういう仕事しちゃダメだから、そういう活動しちゃダメだって軟禁されて、そこでお勉強させられちゃう、そこで収まるのを 待たされるんだけど、そのお父さんが私立探偵なのね、そう、うん、私立探偵、そうそうそう、親父がだから刑事物がやりたいっていうのは、そう、あそういうことか、でしかも自分の思ってたようなかっこいい探偵じゃねえ浮気調査ばっかりやる、浮気調査やる、お父さんあんまかっこよくない、うん、で俺戦いたかった、かっこよくないお父さんにそういうのダメって言われたみたいな、ここがまたえらい面倒くさいことになっていく、はあ、うん、実際押井守は高校の時に学生運動やろうとして それを親にバレたっていうのを、うん、結構何度も書いてますよ、あそうですね、だからその戦いたくても戦えなかったっていう気持ち、一方でその10年前の早尾は戦いたかったけど働いてたの、あそうなんだ、だから実際やれなかったっていう気持ちがあって、でそれがまたややこしいことになってくるよ、だから本来戦って燃え尽きて女王になりたかった、であの時代は本当に戦ったら真っ白になって女王になって、その後がいけたわけ、島工作になれたわけ、やれやれって言いながらまあだからその闘争に参加して、ま、敗北を知るっていうことでようやく次に行けるってことですよね、そうやりきったっていう、燃えてないんで最初から、うんうん、燃えたかったのに燃えなかったまんま白毛世代に突入するわけ、ダセーような段階で、これがまさにポストモダンなんだよ、言ってるようであり言ってないようであり、あるいはみたいな、そういうムーブメントが実はアジテーションの後にやってくる、はい、つまり彼が戦ってたのはなんとかせよっていう、せよと戦って断定帳命令帳ダメだったら総括リンチっていうのの無残な敗北を見たんで、浅間山荘でね、はい、うん、もちろん三島実験も入ってる、だからマッチョな戦い闘争みたいなものイコールうわダッサ分かりづらい方がかっこいいみたいなところの入れ替わりがまさにこの春樹龍守るのあたりだから、めんどくさい、80年代に春樹も龍も推し守もお客さんにしてたのって確かにそういう世代、いやまさにそうで、俺たちバブル世代だから、俺たちバブル世代は子供の頃にそのアジテーションで育ってるわけだよ、世界は一つ人類のために戦えっていう風に全共闘世代が言ってたのをウルトラマン仮面ライダーを通じて、よし俺も戦うぞと思ったらいい年になったらみんな戦うのやめてんのそういうのダサくねっていう空気で、マジで俺戦おうと思ってたのに、このエネルギーが、まあ、パンクの方に行ったりするわけよ、だ筋肉少女隊みたいになるわけ、めんどくさいことになるわけラッシャー木村は偉いって言って、あれは要するに戦ってんのは偉いって言ってる、あれは乗っかってるわけ、戦えなかった自分が乗っかってる、うん、どうっていうのが、まあ、この世代でいうのと、あと推しはなぜ雨が降ってるのか問題でね、あの血圧が低そうな顔色悪そうな感じがあって、あれはね中年の鬱ああそうなんですかいやいや、だからミドルエイジクライシスもだいぶ入ってたなと思ってたんですよ、なんかね、であれビューティフルドリーマーの時に、はい、まあ推しさんの家がなかなか大変で、はいはい、みたいな話されてたじゃないですか、はいはいはい、ビューティフルドリーマーでなんで
赤ちゃんとかが出てくるかっていうと、うん、その時押井守は中野かなんかのアパートにこう嫁と娘を残してて、うんうん、でその家にどうしても帰りたくない、うん、ずっと仕事ばっかりやったっていう思いがビューティフルドリーマーで永遠に続く文化祭のその準備につながったと。トドのつまりっていう漫画がありまして、でこれの、はあ、これ書いたの、これのこれも主人公がアパートで住んでるんですよ、はい、嫁と子供と一緒に、でそれに帰りたくないっていうのがねずっと書いてあるやつ、あ、まあ、未完のやつなんですけど、そうなんだ、これはこれはそう森山裕二さんっていう、はい、ビューティフルドリーマーでもアニメーターとして書いてるんですけど、うん、後ろに押井守のネームが載ってて、逃走したかったんだけど間に合わなかったっていうのは、そうそうそう、頼もしい、ほら間違ってないじゃん、いやずっとその話ばっかだったんですよ、この漫画もそうだし、パトレイバーの2とかも逃走したいんだけど間に合わなくてむしろ止める側になっちゃったみたいな、そうですよね、だそうすると公務員の検体になるわけじゃないですか、そうです、だから永遠の検体になっちゃう、永遠の検体で、だからそれがもうこれも警察もんだけどパトレーバーも警察もので、うん、笑わない公務員たちずっと死んだ目で、うん、こう、うん、埋め立て地でダラダラしてる公務員、押井守る特有なんではなくて時代のもの、時代のものなんだ、うんうん、っていうか、だからその時期に中年期の鬱も入っちゃって、だから守る攻めちゃいけないよっていう誰も攻めてません、そうなの、攻めてないんですよ、うん、これってねもう一つあるなと思って、要するに女っていうものが救いだと思ってたのにそうでもないってみたいな絶望と戦えなかった絶望と、うん、でざっくり言うと、まあ、彼の育ったところ、僕はこれこうだと思ってたんだ、大田区の絶望って呼んでるんですよ大田区の探偵の息子なんだ、はややこしい、これ大田区で何が見てたかっていうと、要するに機械産業下請け公務員みたいな、そういうそのものづくりの町の蒲田とかですね、衰退とそして自然破壊同時に起こる埋め立て地だから、彼は滅びゆくものって好きなんですよねとか言っちゃってんだけど、大田区自体が滅びゆくものだったんだ、だから原風景として、だから60年代から70年代と万博までは上がってったん、これを見てた世代と下がっていくのを見てた世代がいて、まさに守はこっち、そうなんです、うん、これはパトレイバーの劇場版の1とか、あと立ち食いしレースデーにすごいつながってますよ、あ、やっぱりそう、やった、バブルになって今まで育ったところがどんどん壊されていく、その恨みがパトレイバーの1、だからあの壊したんですね、パトレイバー、そう壊したっていうか壊れていく世の中に復讐するんだ、そうそう、だけど丸々せよっていうのを言わないで、みたいなとかとかねとか、あるいはとか言って知的なもので煙を巻き、そう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 、やたら幻覚的なんですよ、でいくつかの彼の武器っていうのがあって、その奥の部分がセンスと、まあ、演出力もちろんあるんだけど知識っていうものだ、うんうん、だから難解であるっていうところはどうしてもその時代のもの、分かりやすいものが敗北した後に、うん、そんな単純じゃねえよっていうもの、それから俺はやっぱどう考えてもゴダールだったり鈴木清純だったり、うん、アートシアター系の合流、うん、さっき出してた年代あるじゃん、はい、あれは完全にもう新宿アングラ文化世代ですよね、あ、もう全くそうです、タケシと一緒でみんな新宿でアングラ劇劇団とかを見て、でショック受けた世代、赤テントに会おうって、寺山修司とかもみんな引用しちゃ う, っていう、だから頭良くないやつは来なくていいっすよっていう感じなんかね、言いたくなるセリフじゃないですか、石井のセリフで面白いのが、イノセンスなんて特にそうなんですけど、うん、あの人も言われてないセリフなんてもうないって言ってるんですよね、この世の中に吐かれてないセリフなんてないから、うん、登場人物のセリフとかが、あの歴史上の人物であったり有名な人であったりの引用とか何者かの言葉であってほしいって言って、うん、わざとやってるっていうのがやっぱ僕は面白いなと思います、全部引用で構成したかった、まあ単にカッコつけてるだけってのはそうかもしれない、それを言ってしまうとそうなんです、いやなんかもう80年代からずっとそういうのやつって、うん、あのビューティフルドリームのメガネのセリフとかもそうじゃないですか、うんうん、あれはもう押井守の分身として、うん、いかにも意味あることを言うんだけど、うん、単にカッコいいだけで意味はそんなにない僕はちょっと文学バターなんで思ったのが、はいはい、ちょっと小林秀夫入ってるんですよ、めちゃめちゃカッコいいこと言ってるんだけど一体何を言ってるのか全然わからないっていう一つの詩になってて、詳しいではもっと自分の言葉を探ろうとしてて、いろんな人から影響を受けてやってるんだけど、最後元利宣長に行ったんですけど、それでもなんとなく自分の言葉でっていうのを探ろうとしてたんですね、だけど押井守はそういうことすら自分をオープンにしちゃって、でもいろんなところからリズムとか日本語としてかっこいい音とか哲学的なこととかそういうものをすごいバランス取りながら、イノセンスは特にそうなんですけど学んですよ、あのいわゆる誰場の話です違う
だだと思いますよ。そうそうスカイクローラーとかそういう特徴的なんですけど、そういうその名をすごい取ると。それなんですよ。それが初見で見ると眠くなっちゃう。ゴダールもそうだし、タルコフスキーもそうなんですけど、うん、ヨーロッパ映画の流れを持ってきて、押井守としては映画だったらこれだろうっていうのがあるわけなんですよ、うんうん、映画をやるんだったらゴダールとかタルコフスキーみたいなやつだろう、だから押井守としてはこれが俺の考える映画だってやってるのがみんな眠い眠いって言ってるから、お前ら映画分かってないだけだろって言いたいんだと。タルコフスキーもめっちゃ眠いですもんね。でもそのチャンネルに会えばめちゃくちゃ面白いわけです。そのタルコフスキーがやってる鳥とか犬とかの使い方を俺も単にやってるだけなのに、別にキリスト教信じてるわけじゃなくて、他の映画でやってるから俺もやってるだけなのに、なんでそんなこと言うんだよ。俺は映画というジャンルを真面目にやってるだけだ。いろんな言語的なメタファーとかモチーフとかポエティックなものでコラージュしてるんだけど、やっぱりね、広角もそうだしイノセンスもそうなんだけど、言いたいことはめちゃくちゃシンプルじゃないですか。あれそうでもない。あ、じゃあその話します。いやだからその俺ちょっとこの話次行こうかなと思ってたのちょうどいいんだけど、日本だけではないかもしれないけど、もともとタツノコプロにいたアニメーターさんなんだよね。でアニメの演出をやって、その前ラジオの演出とかやって、哲学者じゃないんだよ。でもいっぱい本読んでたんだ。いっぱい映画とか見てた。漫画家でもそれある。漫画の絵を描くのすごくうまい。でも哲学者じゃない。そんなに経験もしてない。ただ漫画読んでただけみたいな人、もしくは歌をすごくうまく歌う人がいる、うまくそれっぽい曲を作る人がいる、だけど哲学者じゃない、経験もしてない、あんまり恋もしてないみたいな人がいくつかの武器を持ってボンって現れた時に、よしその武器を使って、お前なんか家を言いたいことって言われるんだよこの国って。そうするとおっとと思って、俺言いたいことねってなってしまうのが結構多いわけですよ、J-POP とかにも、はいはいはい、だからうわ浅いこと言ってんなっていう人がどうしても技術だけで前に出てくるっていうケースはあるんだけど、本人のせいじゃなくて逆もあるんで、めちゃめちゃ哲学冴えてんだけど語り口が施設技術がないから言えないって人もいるわけ、うん、だからここのまずトータがこの国はやっぱ技術になってしまう、高い演出力っていうのを認められて、よしじゃあお前発言許されて、だから大菩薩峠で参加できなかった戦いを高い技術を手にして、やりたくもないうるせえやつらを演出し、そんなことをタツノコとかでやりながら、いよいよ俺の言いてえことやっていいぞってマイク渡されたんで、鈴木敏夫に、おいっつって、そしたらタツノコプロのアマロってやつがいたから、アマロお前と一緒に一発正解取ろうぜ、聞いてください、天使の卵、誰も聞いてない、全員寝るみたいな感じでついてこねーって5年間モニ服すみたいな。それが推しストーリーのまず最初の挫折になるんですね。ヒットラーでいうところの第一次世界大戦が終わるところが、まあこういう感じ。ヒトラー塹壕戦で回帰したらドイツの人たちはもう戦争のことがどうでもいいってなってて、ふざけんなよお前、お戦いがこれだからだみたいな推し物語がいよいよ始まるんである。おーいやーまだ始まってなかったと。そして彼が何を言いたかったかっていうところ、推しさんいつ自殺するんですか。まだ自殺してないですよ、ね、そうだった。そんな流れになりそうな感じしてきた。そして推しは俺は未だに天下を取ってないと思うんですけど。そうですか、そうですか。そうなの、俺だいぶもうこれで俺天下って取ってると思う。これは日本じゃあんまり売れなかった。日本では売れなかった、ね、でただアメリカのビデオがアメリカのビルボードか、ビルボードに入って、それで世界的に有名だったんですけど、日本じゃあんまりヒットしなかったから、広角機動隊2にすると劇場が取れないから、イノセンスって題名に。それ成功したんですか、イノセンスにして。いやあんまりそれはしょうがない。だから押井守が公開するアニメ映画がなんかすごい黒字になったって一回もないんじゃないかな。赤字ギリギリだったり赤字だったり、それでもずっとやってますよ。でビデオとか DVD にすごいめっちゃいっぱい特典つけて、それで取り返す、うん、から搾取して言い方、安い人はみんな豪華版 DVD とか買うんですよ、うん、押井守がいっぱい無駄口叩くやつが、うん、映像特典に入ってる、それでなんとかちょっと黒字に。そうですね、無駄口僕持ってますね。井戸先生に関してはで、そんなにいっぱい喋りたいことあるなら映画で語れよとか思うんですけど、すげえスリリングなインタビュー聞いたんだけど、押井さんがドワンゴの川上さんに好きなジブリ映画は何ですかって聞いてハウルって答えてましたやっぱさすがって感じだよね、さすが。だからハウルが一番ジブリの中で一番って言っちゃう人が映画撮るとやっぱこうなっちゃうんだよ
なっちゃうんですね。ハウルで宮崎駿が初めてパンツを脱いだからっていう。あ、そうパンツを脱いだ。宮崎初めて自分を出した。SF 小説家になりたいとかいうのを聞いたことがあるんですけど。それはそうかもしれないですね。はい、ちなみにマフガイアさんは、はいはいはい、推し守ると付き合ってどんぐらいなんですか。あ、僕最初にびっくりしたのはパトレイバーの劇場版の1を見て、はいはいはい、中学生の頃に、はい、世の中にこんな面白い映画があるのかと思って昔のやつとかを見始めたって感じ。そうなんですよ。ずっとああいう映画を作ってくればよかったのに。一番面白かったのはどれ。ああ、何も知らない人におすすめしたいのはやっぱアバロンですね。なんかアバロンはすごい見やすい。そうですね。なんかスタッフ笑ってんだけど あいつも惜しい人。みんな半笑いで惜しいを褒める惜しい人は半笑いで褒める。